こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ中国輸入商品のコロナウイルス対策とはコロナウイルスの脅威を確認してみてくださいというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい、コロナはですね、液晶ですね、写真を入手しました。ぜひね、紹介させていただきます。はい、まずですね、こちらなんですけど、これですね、まあ、あるラクマートっていう、まあ、以前ね、私がちょっと利用していた、中国の輸入会社なんですけど、これですね、すごいびっくりしたの。これ見ていただくとわかるんですけど、もうこれぐらいですね、コロナウイルスの、まあ、現実がひどいですね、これ。すごいです、もう。もうかなり消毒器を巻いてね、やってみたらですよね。はい。で、最近やっとですね、中国に代理の方に聞いたんですけど、やっとね、まあ、こういったのずっとやってみたいで、輸入のね、はい、輸出ですね、向こうが。こちらから輸入なんですけどね、できるようになったってことに連絡があったので、まあ、準備してもいただいてるんですけど、これはね、ほんとすごいですよ。はい。なので、今ね、日本でもコロナウイルスがちょっと流行ってるので、もしかしてね、輸入した商品に、コロナウイルスの感染のね、混ざってる場合があるかと思いますので、ぜひね、注意していただければいいんですよね。はい。まあ、これだけやっていただいているんで大丈夫かと思います。ぜひね、まあ、こういった状況っていうことを、ね、把握してみていただいいかと思います。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 通していただきますと30分無料コンサル、10万円稼げる、マルヒマニュエル、プレゼントします。日経の散歩、お願いします。あと、YouTube からの一切受け付けてません。LINE 登録によろしくお願いします。本日は最後を見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。